案内機場式鉄道とは、走行路面上の中央、または側壁にある案内機場に案内輪を当てて、ゴムタイヤで走行する交通機関である。ゴムタイヤで走行するが、鉄道の分類形態の一つである。日本では、鉄道事業法において、鉄道、軌道法において、軌道と定義され、法的には、鉄道、軌道の一種となっている。1、a g t の案内機場写真は、 ポートライナー。3、トランスロールの案内機場と分岐器、4、札幌市営地下鉄南北線の案内機場と分岐器、6、パリ地下鉄の台車専用軌道の両側に案内機場があり、片側の側壁からの給電で走行するタイプ。専用軌道の路面中央に案内機場があり、下部からの給電で走行するタイプ。舗装道路上に一本の 案内機場が埋め込まれ、路面電車やトロリーバスのように河川より給電するタイプ専用軌道の路面中央に案内機場があり、側方からの給電で走行するタイプ専用軌道の路面中央に案内機場があり、河川からの給電で走行するタイプ金属車輪とゴムタイヤを同軸で装着し、 通常の鉄道のような2本の金属レールを主案内機場としており、さらにその外側にガイドウェイバスのような副案内機場を備えているタイプ専用道の両側に案内機場があり、ここを案内輪を持ったバスが自動操舵運転するタイプ鉄輪に比べてゴムタイヤによって発生する摩擦力が大きいので急勾配や急な加減速にも対応しやすい。反面、 転がり抵抗も大きいため、消費エネルギーも多くなる。搭乗時は、振動や騒音の小ささもセールスポイントであったが、その後にロングレールが普及して、鉄輪の場合でも振動、騒音が大きく軽減されている。ありがとうございます。